日本初となる男性同士の恋愛リアリティシリーズ、ネットフリックス、ボーイフレンドに出演し、一躍注目を浴びた9人の参加者。大、春、厳正、亮太、手本、和人、と、優作、アラン、いくが6日放送のフジテレビ、突然ですが占ってもいいですか、深0時30分、で全員揃って地上波テレビ出演を果たした。 オリコンニュースではその裏側に独占密着し、前後には特別インタビュープチ座談会も実施した。動画、ボーイフレンド、ボーイズ、初のテレビ収録に独占密着。まず、収録場所に集まった9人に、意気込みを直撃。テレビ収録自体は初めてのメンバーがほぼの中緊張しています。手本、実感が湧かないので楽しみでワクワク、イクを、 みんなと一緒なので緊張はあまりしない、カズと反応もそれぞれ。優作はいつもより美容液を塗りたくりました、わら、と準備もバッチリの様子。そんな中でもインタビューを覗きに来たり、写真を撮ったりと相変わらず訳のあいあいとした9人。占い自体が初めてだという大は、僕を驚かせてほしい、アランは、あえて聞きたいことを作らず当てられたいと期待に胸を膨らませる。 占いが大好き、という原性は、恋について気になりますと興味津々。さらに、自分の未来を見ていただきたい。仕事面も恋愛面も色々いい部分を知りたい。りょ健康とかお金について知りたいです。しゅん、とドキドキしながら打ち合わせに向かっていった。無事、収録を終えたメンバーが再び集合し、楽しかった、とほっと一息ついた9人。 それぞれ言い当てられたこともあったようで、配信後、大きな反響を呼んだ、ボーイフレンド。テホンは、ジム帰りに汗びしょびしょで帽子をかぶっていたら後ろで、ボーイフレンドの話をしていて、格好が良くなかったので逃げました。わら、まさか町中で自分たちの話をしている人がいるとはと視聴者と、遭遇、したエピソードを明かす。今後の活躍から目が離せないボーイズたち、イクオーは、 海外にファンミーティングに行きたいと意欲を見せ、現正も台湾、韓国、メンバーの出身地に行ってみたいと展望。ここでアランが自分の地元の名古屋は任せて。と名乗りを上げるという作も岐阜は任せてください。とのっかり、ほんわかした雰囲気が漂う中、取材は終了となった。